1948年、今春べ5月30日から1984年3月17日は、日本の作家、劇作家。本名は、高崎英雄。旧筆名は、今右平。戦前から戦後にかけて、ユーモア小説や、ラジオドラマなどの分野で活躍。尺長空門家の歌人としても知られる。福岡県倉手郡、小屋の瀬村に生まれる。 旧制倉手中学校から国学院大学に進み、ここで、釈長空に指示。1932年創立のムーラン・ルージュに参加。今右兵の筆名で新喜劇の脚本を執筆。この頃に、伊ブ瀬マス自宅で、デビュー前のダザイ・オサムと知り合い親友となる。後 PCL の脚本部に入る。1934年、ダザイ・オサム、森厚氏、中原中也。 段和夫、根幹一、山岸外史、中村寺平、小山雄史、小山翔平、北村健二郎らと、文芸道人史、青い花を創刊。1939年、友人の太宰治から、短編、畜剣団を捧げられた。1940年、NHK のテレビ実験放送における、国内初のテレビドラマである、夕下舞の脚本を担当した。 戦後は、今春部に筆名を改め、1947年には、NHK の連続ラジオドラマ、向こう三権領隣が人気を博し、1948年には、東方から映画化された。1956年、第7回 NHK 放送文化賞受賞。1961年、国の東で芸術祭奨励賞を受賞。1965年、 鉄砲祭前夜にて、毎日芸術賞を受賞。1976年、加戒指名修道となる。1984年、3月17日、かねてより病気療養で入院中だった都立、疲労病院にて死去。ムーランルージュで活動していた頃は、軽妙な語り口で時事を封死する作品を得意とし、ラジオドラマの脚本を引き受けるようになってからも、その延長線で手がけていた。 しかし、ある日朝日新聞の記者に、女中を含めた家族全員で、ラジオドラマを聴いていたら、女中のくせに、というセリフが出たことにハッとさせられた、後で救いとなる言葉が出てきたけれどそれは、極めて微妙なものであったと新聞上で批評された、ことで、舞台とラジオドラマとの違いを認識して、書くようになったと語っている。社会全体が荒廃していた戦後は、作品の参考になるような、 明るい話が見つけられず、思うように作品が書けなかったが、横山隆一の漫画を原案としたベストの王様によって本領を発揮するようになった。ムーラン・ルージュで活動していた頃からのユーモラスな作風を活かした向こう三権領隣をはじめとするホームドラマを手がけるとともに、今右兵として活動していた頃とは異なり、空想的な発想による作品を数多く発表している。 屏風に描かれた老人や屏風に貼られた写真の女性が登場する屏風の女や自転車を盗んで逃走した泥棒が巻き込まれる騒動をナンセンスに描いたある自転車泥棒の話などがその代表作である。また、斉藤も吉を取り上げた虹の断片や太宰治を取り上げた桜桃の木などのように作家の表伝風な戯曲も発表するようになった。 ラジオドラマに新分野を開拓し、優れた作品によって演劇放送に寄与した功績が称えられて、今は NHK 放送文化賞をはじめとした数々の賞を受賞しているが、彼と信仰があったといった孔子は、純情で特実でおよそ敵を持ちそうもない、人柄と素朴で生一本な村人、天性の赴むくままにのびのびと育った少女、よく笑う、おかみさんへの愛情。 そして、生来の旅行趣味が、作品に如実に現れていると指摘している。旧高崎家住宅実家は、江戸時代から続く商家であり、今は、その五代目として生まれた。聖家である旧高崎家住宅は、かつて、長崎街道の宿場であった小屋の瀬塾にあり、江戸時代末期の宿場建築として、貴重なことから、北九州市の有形文化財に指定されている。 過去に修復工事が行われ、今の遺品と共に一般に展示公開されている。2009年12月13日、今の生誕100年を記念して、1976年の宮中化開始でメシュードとして読んだ和歌、振り返り振り返り見る坂のお部屋子はしきりに手を、振り手折りの火否が混流された。ありがとうございます。